皆さんこんにちは、今日はですねこちらのデザインペーパーを使ってこちらとですねあとはこちらの厚口トレペをね使って封筒をね作ろうと思います。こんな感じの封筒ですね。はい、今回ちょっと作り方が違うので長くなると思うんですけども、よかったら、ご視聴よろしくお願いいたします。では作っていきます。まずは半分に折ります。で今度は同じ形に、はい、15センチに厚口も今度同じように、はい、カットしました。そしたらですねこれをですね。カットしました。そしたらこの上の部分にThank you.